誰も彼も私の怪しい魅力に惑わされてもらいましょう。行きますか。サッダルマ・プンダリーカ・スートラ、妖刀伝説に惑いなさい。それでは戦後村正のおすすめの使い方紹介していきます。村正は打ち上げ、そして途中から覚える周囲攻撃、これが出が早く使いやすいです。特に周囲攻撃なんかは周りの敵を速攻一掃できるのでおすすめです。で、この固有闘技最後に覚えるやつなんですけども、これはちょっと隙がありすぎるので敵のね動きをしっかり見た後に使うことをおすすめします。中途半端に使ってしまうと反撃をもらってしまいますので、しっかりと敵がダウンした時とか、隙を見せた時に当てるようにしましょう。ダメージはすごいです。範囲もかなり広いので使い勝手はいいですね。もう終わりです。それではありがとうございました。